来年仙台市で40年ぶりに開催される国際津波シンポジウムの内容が発表されました警報システムなど最先端の研究内容の発表や被災地の視察も予定されています国際津波シンポジウムは2年に1度開かれていて来年が東日本大震災から10年を迎えることから1981年以来2回目となる仙台での開催が決まりました テーマは「経験と教訓を未来の世代につなぐ」で来年7月1日から3日間の予定で開かれますシンポジウムにはおよそ30カ国から津波の研究者などが集まり津波の警報システムや被害を予測する技術など最先端の研究内容が発表されますまた、海外からのの参加者向けに、県内の震災意向や 福島第一原発などを巡る視察も予定しています実行委員長を務める東北大学の今村文彦教授は震災当時何が起きたのか何が課題なのか海外の研究者にも現地を見てもらい議論したいと話していました